どうもお世話になっております YouTuber 平本です。ということで今さっきカンターレオカリナ合奏団初コンサートやってきました。ありがとうございます。さあ皆さんいかがだったでしょうか。この YouTube をご覧いただいてご出演していただいた方もしいらっしゃいましたらコメントお待ちしております。ということでまあ一言で言うとですね、まあ僕もですね16歳の時から、まあ、父親の元でまあアルバイトから始めて、まあやはや、息子を法政に出しのね、はや46歳、約30年オカリナカンタレ、携わってきますけども、今回のねカンタレオカリナ合奏団の皆さんを見てて思ったことが一つあって、やっぱり新しい場所でやるっていうのはこんなにもパワーが出るんだな。そして新しいメンバーで吹くってこんなにも新鮮なんだなと。そして僕すごい今テンションめちゃめちゃ高いんですよ。このパワーを本当に皆さんからもらったなっていう、まあ根底にはですねやはり水戸市民というねあの素晴らしい櫓広場というところもまあ大きいと思うんですけども、すごくねパワーがあったかなっていう感じでミキサーをさせていただきました。正味ですねおそらく3回での演奏なんですよ。だからはっきり言ってかなり無謀だったんですけど、皆さんが本当に熱心にやってくださったということもあってたくさんの人にね来ていただきました。これ本当にめちゃくちゃ動員していただきまして、通常あの矢倉広場で常設で椅子があるのって25席だそうでございます。でなんと、発表数値なんとその4倍5倍6倍、換算したら150人以上ご観覧の皆さん来ていただきまして本当にありがとうございました。まあこれからもですねそのカンタレオカリナ合奏団といううちのこの冠名がついている楽団をこのまあ私が一応その代表プロデューサーとして、とにかくね楽しくやっていただきたいというのは僕の第一の目標なんですよ。皆さんが笑顔になるっていうね、本当に楽しそうにやっていただく、でうわ素敵だっていうようなとこでやっていただく、それが水戸市民で、そこを指揮していただくのが高野美幸先生ということで、非常にタクトさばきも素晴らしかったし、僕も本当に久しぶりかな高野先生の演奏も聴かせてもらいました。瑠璃色の地球なんか本当にねちょっとね僕遠くで聴いてたんですけどすごい響いてましたしね、うん、でまあ皆さんがね終わった後に、いろいろな声聞いたんですけど、やっぱりね音色がすごく良かったとかね、あそこで私も吹いてみたいっていう人がいて、実は来年もうですね参加してくださる新しい新加入の人が来ました。ありがとうございます。本当にあれはね入った方がいい、水戸に来れるんだったら、うん、そんな感じで本当にこの和、楽しみの和っていうのを僕は広げていきたいなというのを改めて感じましたね。オカリナされどカンターレでございますよ。皆さんぜひウェルカム。またですねここにあるお花頂戴しました。本当にありがとうございました。またねいろんなですねもらい物、いただきました。これね、ゴディバのチョコレートありがとうございます。いつもですねお世話になってる、ね、さすが私に分かってくださるということでありがとうございます、ね、全部はご紹介できないんですけどね、あとはですねはい、こちら田島屋さんからいただきました、水戸市民の中にこれ入ってるんですよ。ここの豆マジうまいからこれぜひ行ってみて、水戸の京成の前田島屋。僕ねピーナッツ、あとねホワイトチョコレートが使ってるアーモンドとかすっごい好きなんです。これすごいね。あとはね、これもいただきました。これ何ですかね。わお、わおわお、もうクリスマスですよ。これこれど、なんだ、なんだっけこれ。シュトレンだ。ドイツに古くからは伝わるお菓子。ありがとうございます。この方はあれですね、オカリナ塾に入っていただいてますよね。ありがとうございます。あれ汐留にも来たっけ。あれ水戸に入ってた方がいいんじゃないですか。お待ちしてますよ。あとはねもうこれねすでに開けちゃったんですけど、すごいすごい、これ何だと思います。これねみんな知ってたよね、僕の好きなのこれ、干し芋、これめちゃくちゃ入ってる。ありがとうございます。ということで実はまだまだあるんですけど、
まあ、とりあえずありがとうございました。本当にありがとうございます。ということで、本当に楽しい空間っていうのをね、来年以降もご提供していきたいと思いますので、ぜひ皆さん入ってみてくださいね。代表 YouTuber 平本ってもう書いてありますからね。で、来年はですね、1月25日、木曜日、時間が10時から12時、場所、水戸市民会館の小ホールで始まりますので、これはね、僕ね、あんまり入ってとかいいよって言わないんだけど、これはマジでおすすめです。はい、ということで、これからちょっとですね、皆様の演奏ちょこっとですけどね、ご覧いただきたいと思いますので、本当に、まず参加してくださった23人の皆様、ありがとうございました。茨城県のは北はね、常陸大宮市って言ったかな、で南は龍ヶ崎からも来ておりますので、ぜひカンターレお持ちの方でやってみたいなっていう方は、水戸に来てください。水戸駅からバスで5分ですから、ぜひ来てみてください。ということで、皆さんの素晴らしい演奏をお聴きください。また、本当にたくさんの、ご来場、ご観覧、誠にありがとうございました。これからも夢を作っていきたいと思いますんで、一緒に夢作っていきましょう。
ありがとうございます。お世話様でした。お疲れ様。